はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。プリンセスコネクトリライブ始めていきましょう。まずガチャからスタートです。フィギュアが最高か。おっさんはなし。あとは探索ですね。クエストを攻略するとアイテムが手に入るんだって。もらえるものはもらっておきましょう。まだ無理。ここもありますが、過去のストーリーイベントを楽しめちゃいますよ。やってみましょう。まだ早い。これをやるにはクランバトルもできないからな。もう今回メインクエスト、メインストーリーをやっちゃいます。寝室まで運んでもらっちゃって、私だけじゃ女の子一人抱っこして運ぶのは大変ですから、男手があると助かりますね。確かに。はい、本当に良ければずっとサレンディア救護院で暮らしてもらって大丈夫ですからね。家事とか手伝ってもらえたら嬉しいですし、あなたなら安心ですから。ごめんなさい、あやねちゃん。今回はちょっと予期せぬトラブルがあって帰りが遅くなりましたけど、なるべくみんなのそばにいますからね。あ、重い。あやねちゃんもお兄ちゃんのことを知ってるの？くるみも？あなた本当に顔が広いですね。カクカクしかじかで、この方はこのサレンディア救護院で寝泊まりすることになったんですよ。仲良くしてあげてくださいね、くるみちゃん、あやねちゃん。もちろん任せて。お兄ちゃん、サレンディア救護院では私の方が先輩だからね。私のことはあやね先輩って呼んでね。じゃあ俺のことはプー吉先輩って呼べよ。よろしくな、新入り。はあ、じゃあ私はくるみ先輩、お兄
ちゃんに先輩って呼ばれるなんて不思議な感じ。さっきはちゃんとご挨拶できませんでしたけど、一緒に暮らすなら家族ですね。よろしくお願いします。お兄ちゃん、これはやばい。交代制はよろしくね、お兄ちゃん。二人ともあなたに抱きついて甘えん坊さんしてますね。とはいえもう夜も遅いですし、二人とも寝ちゃってくださいね。夜更かしすると悪いお化けに食べられちゃいますよ。はい、どうぞ。残り物で悪いけど遠慮なく食べてね。あんたも災難ね。せめて美味しいものでも食べて、あったかいベッドで寝なさいよ。終わりよければ全てよしって言うしね。あれ、お嬢様もこの方とお知り合いなんですか？うん、ひょんなご縁でね、何度か仕事を手伝ってもらったりしたわ。どうもスズメもお世話になったみたいだし、あんたって意外と顔が広いのね。あやねちゃんやくるみちゃんもこの方とはお知り合いみたいですよ。くるみちゃんたら、さっき同室のあやねちゃんと一緒に親しげにご挨拶してましたよ。二人ともこの方をお兄ちゃんなんて呼んで懐いてました。一応言っとくけど、うちの子たちによからぬ真似をしたら許さないわよ。あんたは底抜けのお人よしっぽいし、まあ余計な心配だろうけど、私にはサレンディア救護員の子供を守る義務がある。あの子たちを傷つける不定の輩は私の剣のサビにしてやるから。ああもう、しかし疲れたな。大急ぎで山奥の屋敷から駆けつけてさ、カオンとナイトメアの小競り合いを仲裁してさ、この後も事情聴取を受けなくちゃいけないのよ。徹夜になりそうね。老けちゃいそう。間違いなくお肌が荒れるわ。お疲れ様です、お嬢様。っていうか事情聴取なら私たちも一緒に受けるべきでしょうか。お嬢様よりもよっぽど当事者って感じですしね。今晩のところはギルドマスター同士で軽く話をする程度にしとくわ。サレンディア救護員の私とナイトメアのジュンさんとカオンのマホさん、その3人で会合を開くわ。もう夜も遅いしね。あんたたちの事情聴取は明日以降になるはずよ。しばらくは面倒だろうけど時間を取らせてもらうからね。その間はあんたたちはサレンディア救護院で寝泊まりしてくれたらいいわ、うん、食事と寝床ぐらいこっちが無償で提供するから。他に行き場がないならずっとここで暮らしてくれてもいいわ。うん、もちろん自分の食いぶちは稼いでもらうけどね。こっちも仕事の紹介ぐらいするし。一応言っとくけど逃げないでね。あんたたちを引き取ったのは事情聴取とかが終わるまで監視するって意味もあるから、うん、まあ保護観察処分ってところね。カオンのギルドハウスは襲撃されたせいで半壊したし、ナイトメアの本拠地は王宮だから関係者以外は立ち入り禁止だしね。だからまあうちが引き取るしかなかったんだけど、うちは今回の抗争ではほぼ第三者って立場だしね。そうか、そういう意味でも好都合ってわけ。うちは一応ナイトメア側、プリンセスナイトの参加ギルドだから完全に公平っていうか中立ってわけにもいかないけど。そうか、なんかややこしいですね。困ったものです。うちみたいな平和なギルドが抗争に巻き込まれるなんて。やっぱり私のせいですかね。ごめんなさい。なんであんたのせいなのよ、スズメ。
こっちはトラブルに巻き込まれただけの被害者よ。堂々としてなさい。何を言ったらつけ込まれるわよ。あんたはランドソルに来てから日が浅いみたいだし、あんまりギルド同士の関係とかに詳しくないわよね。わけわかんないって顔してるし。まあ簡単に説明してあげる。食事しながら適当に聞きなさい。メインクエスト、5の3からです。何これ、いいね。どんどん進めていきます。これが明日を切り開く力だ。
の町ランドソルはこのアストライア大陸を長年にわたって支配している国家の首都よ。古臭いいわゆる中央集権タイプの国家で、代々王家が為政者として君臨してる。そんな王家の居城が町の真ん中にある王宮ね。王家は国家の運営と政治、公的機関やソルの塔などの管理をしてるわ、うん、プリンセスナイトっていうのはそんな王家直属のギルドの総称よ。郵便、警察、消防、防水、その他諸々の公的機関の運営はプリンセスナイト傘下のギルドがそれぞれ行ってるわ。そういえばどうしてプリンセスナイトなんて名前なんでしょうかね。ぬいみちゃん、ノエムちゃんがその名前に嫌な反応をしてたんですけど。え、そうやったっけ。そう、何か大昔の伝説に由来するみたいだけどね。興味があるなら図書館とかで調べるといいわ。私の権限なら多分禁書なんかも閲覧できるわよ。ノエムね、その子のことも心配ね、うん、ラビリンスとかいう連中にさらわれちゃったんだっけ。なんだか気になるし、一応行方を追ってみるべきかしら。話を戻すわね。プリンセスナイトの参加ギルドの一つ、ナイトメアはその名の通り王宮を守護するのが目的のギルドよ。王家直属の親衛隊ってところね。まあ王家が常時保有している軍事力そのものよ。今は平和だから出番はないけど、戦争になれば最前線に立つことになってる。まさに軍隊ですよね。おっかないです。おっかない。あのカオンを襲った派手な女の人もすっごく強くて殺伐としてました。本当兵隊さんなんですもんね。ああクリスティーナね。あれもいまいち素性がわからなくて怪しいのよね。まあナイトメアは王侯貴族が中心になってる格式高いギルドだし、うん、多分あいつも身元は確かなんでしょうけど、最近はちょっと治安が悪化してるとはいえ、この大陸では長い間戦争らしい戦争はなかったわ。平和な時代が延々と続いてるの。だから軍隊であるナイトメアも暇を持て余してるのよね。どんどん予算や人員が削減されて規模が縮小されてるわ。そんな状況に不満を抱いてクリスティーナは戦争を起こそうとしてる。なるほど。戦争が始まれば軍隊であるナイトメアは規模が拡大されるからね。往年の権勢を取り戻せるってことよ。そうだね。落ち目だったナイトメアは復興して返り咲けるわ。それがクリスティーナの目的なんじゃないかしら。私はそう推測してるわ。もっと何か深い事情があるのかもしれないけど。もっと深い意味が。うちの国は地理条件なども相まって歴史的に普通の人間が幅を利かせてる。ビーストやエルフ、魔族なんかはマイノリティなのよね。他の地域なんかには普通の人間以外の種族の国もあるけど、うん、まあランドソルでは他の種族は肩身が狭い思いをしてるのよ。だから他の種族の中には普通の人間に対しての不平や不満を抱えてる者もいるわ。そんな連中が今回の一件に触発されて暴動を起こしたりするかもしれない。そうなったらおしまいよ。種族間で対立して血まみれの内乱に発展しかねない。行き着く先は地獄よ。外国まで手を出してきたら世界中を巻き込んだ大戦になるわ。そんな戦争になっちゃうんですか。普段はそんな種族の違いとかは意識しないぐらい仲良くやってるのに。あくまでも最悪の場合はそうなるってことよ。そこまで一触即発って状態じゃないけど、普通の人間たちからの他の種族への明確な差別もないしね。うちの一族もエルフだけど貴族の称号が与えられたし、まあ成金の父が高値で無理やり買い取った感じだけど、
けれど、種族や文化や宗教、つまりイデオロギーの違いでたやすく戦争は起きるわ、うん、それは歴史が証明している厳然とした事実よ。念のため最悪の事態も想定して備えておく必要はあるわ。ナイトメアがビーストたちの御座組織動物園の参加ギルドであるカオンを襲撃することで、ビーストと普通の人間が対立する構図になってるわ。そうか、戦争の火種がまかれちゃったのよ。身内が攻撃されたと知ったら、動物園どころか他の地域のビーストたちの国家とかも黙ってないわ。最悪の場合本当に戦争になるかもね。そうなる前に争いごとの火種を揉み消そうとは思うけど、単なるギルド間の小競り合いで済めばいいんだけどね。もう襲撃は行われたわ。発生した事実は覆せない。事後処理が大切よ。そのために徹夜でも何でもするわ。戦争になったら最初に犠牲になるのは弱い者たちよ。女性、病人、老人、子供、向こうの民草が血と涙で濡れるような事態は絶対に阻止するわ。たくもう、こんなことなら私はナイトメアから離れるべきじゃなかったわね。私がいればクリスティーナなんかに勝手なことはさせなかったのに。お嬢様、手が止まってますよ。冷めないうちに召し上がってくださいね。はい、おーん。ちょ、やめなさい、恥ずかしい。もう真面目な話をしてるんだからね。お嬢様、何かに夢中になると食事を忘れちゃうんですもん。無理にでも食べさせないと。あなたもどうぞご遠慮なく。あーん。わ、素直。普通もっと照れたりしませんか。はい、どんどん召し上がってくださいね。私は料理がそんなに得意じゃないですけど。自分で言ってて悲しくならないの、スズメ。料理コツとか教えましょうか。なぜか昔から料理はほんとダメで、頑張って特訓してるんですけどね。スズメはやる気が空回りするタイプだからね。むしろあんまり頑張らない方が上達するんじゃない。おっと、話の腰を折っちゃいましたね。事情がわからないっぽいあなたに説明しておきますと、お嬢様はもともとナイトメアに所属してたんですよ。ナイトメアではギルドマスターは団長って呼ばれるんですけど、お嬢様はそれに次ぐ地位である副団長だったんです。父から地位を受け継いだだけよ。あそこは代々貴族が団長などの要職に就くことになってるの。うちも単なる成金とはいえ一応貴族の端くれだしね。ナイトメアは本当に規模が縮小されすぎて人手不足でね、他に誰も適任者がいなかったから私が仕方なく副団長をやってただけ。でも平和な時代に軍隊なんて不要でしょ。マジでやることがなくて暇でね、適当に理由をでっち上げて離れたのよ。さっきも言ったけど、プリンセスナイトは王家直属の公的機関なんかを管理運営してる。戦災孤児なんかを引き取って育てる、まあ孤児院みたいなギルドもあるのよ。現代では書類上にしか存在しない、予算も与えられてない有名無実なギルドだったけど、私はそのギルドを復活させてサレンディア救護院って名付けて運営することにしたのよ。王宮で日向ぼっこしてるよりはよっぽど有意義だと思ってね、うん、最近ロストって呼ばれてる怪奇現象、ロスト両親とか親戚縁者が消えちゃう不可思議な事件が増えててね、家族を失って行き場のない子供たちがいるのよ。あんたも面識があるっぽいけど、あのクルミとかがそうね。そういう子たちを引き取って
私が保護してるわ。子供たちには安らかで幸せな人間らしい生活を送ってもらう。そのためのギルドがサレンディア救護員よ。私はこの仕事に誇りを持ってるわ。やりがいがある。私の人生を捧げるに足る崇高な使命なのよ。ありがとう。まあ今のところ理想ばっかり上滑りしてあんまりうまくいってないからお恥ずかしい限りなんだけど、子供たちを守り育てる、そのためだったら私は何でもするわ。まずは戦争なんかを起こそうとしてるバカどもをまとめて叱りつけてやんないとね。子供たちの未来を血で怪我させるわけにはいかないんだから。うん。ニナに切れぬも。主様、旅の準備を整えて。いつか将軍とともに特定の条件を達成すると報酬がもらえますよ。頑張りましょう。ニナに切れぬものはないです。将軍は屋形船に乗ったつもりで安心していてください。プー吉がいつもより重いかも。太ったの？もうちょっと足りないな。みんなに牧場の乳製品を味わってもらいてえで。クリスマスだったらいいのにな。これが私の手に立つで。やれるよ。ほら、次だよ。ついてこれる。結構覚悟はできてる。肉まり王子。やるぞ、相棒。新規天皇超人劇。はっ、いただきます。習った通りだ。これが私の手だ。最後まで油断せずに全力を出します。コスモブルーフラッシュ。お姉ちゃんの本気だよ。半分削られちゃってんな。しょうもない小悪党が次から次に湧いてきて面倒ったらないよな。
ってことは、うん、私も関係か。世界一の大悪党になるためにもノエム様ここにありって知らしめなくちゃな。そのためにもお前も手を貸せ。無意味ストーリーですね、これは。今日はこんなところか。解放自体は嫌じゃないけど、街のあちこちで余波が出てるから移動が面倒だよな。そうだ、いっそ診療所みたいなものでも作って向こうから来てもらうのはどうだ？ん？ということは、私はジョイか？ジョイ？ジョイ？悪くないな。圧倒の次くらいにかっこよくないか？おい、冗談だ。本気にするな。でも、今のところいい感じの解決法が見つからないから、片っ端から動くしかないって感じだよな。多少面倒でもコツコツやっていくしかないか。おっと、愚痴るなんてかっこ悪いな。付き合わせて悪いけど、また明日もよろしくな。はあ、どういうことだ。だから結構だって言ってんだよ。俺の幸せの邪魔をしないでくれ。バカお前、せっかく直してもらえるんだぞ。もう仕事にまで支障が出てるのに、いつまでそうしてるつもりだ。仕事とかどうでもいいって、この幸福感が消える方がよっぽど大事だよ。幸せだな。わざわざ来てもらったのに申し訳ない。このままじゃあいつ本当にダメになっちまうってのに。まあ私は別にいいんだけどさ。でも断られるのはこれが初めてじゃないんだよな。そうなのか。なあ、このままでいいってやつがいるのは仕方ないことだ。幸せな思い出にいつまでも浸っていたいって気持ち、私にもわかるからな。でもその数がちょっと多い気がするんだよな。あんた何か知らないか？そう言われても、あ、でもあいつおかしなこと言ってたな。この幸せはあの人のおかげだとか、カリスマがどうとか。さあ、詳しくはわかんないな。とにかく俺はもう一度あいつを説得するからさ、また来てくれよな。それじゃ。なあ、お前どう思う？ああ、かもしれないな。あんな力が使えるのはアスラたち以外にいるわけがない。楽園の余波だってたまたま発生しただけだろうし、アスラたちの置き土産を勝手に使って何かしてるろくでなしがいるに違いない。ひとまず解放は後だ。裏でこそこそやってるバカを見つけ出す。いいか、絶対に止めるぞ。あなた誰？悪いけど他を渡ってくれるかしら。私の幸せの邪魔をしないでくれる？いろいろ聞き込みをして私にたどり着いたんだ。確かにあなた幸薄そうだもの。気持ちわかるわ。いいわ、教えてあげる。カリスマに会いなさい。そう、幸福のカリスマよ。ランドソル中に幸せをもたらした話題の人物ね。彼の幸せパワーを受けることで
人々は辛い現実を忘れ幸せな思い出を見ることができるの。私もこの静かな場所で幸せな思い出に浸っていたところよ。もっとも一度に全員を幸せにするのは難しいから少しずつ進めているみたいね。とても素敵よね。カリスマに会いたければこの店に行くといいわ。カリスマは彼のファンたち数人と定期的に交流会を開いてるの。が緊張しなくていいわ。すごく気軽な集まりだから。すぐに幸せにしてもらえるかはわからないけど、まずは彼に会って話してみるといいわ。選ぶらない気やすい人だからあなたも気に入るはずよ。ナイスだ。やっぱりお前みたいな人の良さそうなやつに頼んで正解だったな。早速アホの顔でも拝みに行くか。カリスマ、グラスが空じゃないですか。お次しますね。ありがとう。おや、そういうあなたも空じゃないか。ほら、グラスをこっちに。カリスマが私のグラスに。感激です。カリスマ、お料理取り分けておきました。ヤングコーンとうずらの卵も入ってます。私の好物を覚えていてくれたんだね。あなたにも幸あれ。カリスマ、アザース。それではあなたたちの幸せのために乾杯しよう。乾杯。乾杯。カリスマ最高。最高だね。幸福のカリスマ、幸せパワー、笑っちゃうね。そんなもん俺の考えたヨタ話なのにさ。ランドソルで起きてる変な現象に勝手に名前をつけてそれっぽく振る舞ってるだけなのに勝手にチヤホヤしてくれる。俺の承認欲求うなぎ登り、人生超レースは。おい、お前がアホのカリスマってやつか。なるほど、ぬすっとたけだけしい三流悪党ってのはお前みたいなやつのことか。いきなりなんだ君は。カリスマに失礼じゃないか。そうよそうよ、ここはカリスマを慕うファンの集いの場。邪魔するなら帰ってよ。まあまあ、双方とも落ち着いて。君、一体私のどこがヌスッドだというのかな。私は人々に幸せをもたらしているだけ。非難されるいわれはないと思うんだけどな。自分は何もしないで美味しいとこだけかっさらってくやつはヌスッド以外の何者でもないだろう。このガキ、俺の嘘に感づいてやがるのか。いや、慌てるな。だとしてもこの場にいるのは俺のファンばかり。ガキ二人に何ができる。どうやら彼女たちは幸福の破壊者のようだ。退きたまえ。ここはあなた方が来ていい場所ではないよ。幸福の破壊者って、与えられた幸せを消し去ってしまうという、あの。そんなやめてよ。私たちの邪魔をしないで。ほほー、幸福の破壊者か。面白いこと言うじゃないか。まあそんなに間違ってはないかもな。認めたね。あなたたちのせいで多くの幸せが消されてしまった。だがそれも今日まで。あなたたちを倒し、ここにいる皆さんの幸せを守り抜いてみせる。さあ、破壊者の相手を私に任せて、今のうちに皆さんは逃げるんだ。そんなことできるわけがありません。私も戦います。そうだ、カリスマを守れ。俺がこう言えばこいつらは絶対俺を守る。
けは立派だけど、せこい本性は隠せてないぞ。カリスマ、お待たせしました。ここは俺たちに任せてください。破壊者には速やかに消えてもらうぜ。あ、カリスマの側近、蒼月の騎士だわ。ナイスタイミングね。立ち去れ、破壊者よ。女子供でも容赦しないぜ。現出せよ、天狼破断剣。はぁうぎゃー。あいつらが一撃で、そんなでかい剣どっから出しやがった。お前らは知らないんだよな、あいつらがどんな思いで楽園を作ろうとしてたのかを。は、はぁ、何言ってんだこいつ。あいつらも正しかったわけじゃない。でも少なくとも本気で他人のためを思って行動していた。その思いを、理想を利用して汚すような真似は絶対に許さないぞ。全員そこに直れ。強引にでも解放してやる。やばい、せっかく手に入れた俺の楽園が。やめて、幸せ奪わないで。思い出を消さないでくれ。ああ、守護者が出てきそうだ。でもこの感じ、剣豪のじいさんの時とは様子が違うぞ。なんだろう。お、敵。カリスマ。パパパパ。あいつ、たくさんの人の不安と恐怖を浴びやがった。普通の人間が耐えられるはずがないよな。カリスマがやられちまった。もう終わりだ。いや、私はただ幸せになりたかっただけなのに。落ち着け。お前らの幸せはこの私が守ってやる。だけどな、その幸せは思い出の中にはない。今この瞬間を生き延びて未来で幸せを手に入れろ。私の名前を、姿を、思い出に刻み込め。私は大悪党ノエム様だ。ドリャーン。ノエム様。かっこいい。
で大丈夫だ。なんだか頭がすっきりしたな。前の幸せも良かったけど、やっぱり今の方がいいな。早速サボってた間のツケを清算して、きっちりと未来へスンとするか。さてと、これでカリスマの件は終わりだな。コアクトーなんか私の足元にも及ばないってことだ。とは言ったものの、楽園の余波は思ってたよりもヤバかったな。アスラたちの時と違って黒幕がいないからこそ思ってもないトラブルが起きるみたいだ。本当にどうしたものか。
さて、いいですね。まだ余裕ありますね。もういっちゃう？ちょっとやばいな、ヒットポイントが。死んだ。結構強敵だな。硬さが欲しい。どれがいいんだろう。ド M？
どれも硬い、結構。なかなか強いのドエム、硬い。余裕の勝利です。恥ずかしめを受ける暇もなかったのです。ドエス将軍、絶対に守ってあげて。よし、ノーダメだ。大躍動の時代だ。お、ドエスさん、何か困ったことはありませんか？闇の魔法少女であるクーカが解決しますよ。さあ、ラスト、ボス戦かな？いいよ。ボス戦。どんどん削ってる。いいよ。ドエム。主様、申し訳ございません。どうした？大丈夫か？私、魔物の毒をもらってしまったようです。可愛いとか言って油断してるからそういう目に遭うのよ。ちょっと見せてみなさい。まあ深くは吸い込んでないよね。口の中がちょっと腫れちゃってるからしみるかもしれないけど、この薬草をしばらく噛んでおくといいわ。ありがとうございます。おかげさまで。
らいでなく済みそうです。何よ大げさね。あんたがいないと主様が寂しがるでしょ。とにかくこれで依頼達成ね。余裕の勝利です。恥ずかしめを受ける暇もなかったのです。ごめん、クリアです。育成に必要なアイテムが獲得できるクエストです。私、主様のために。お、ダンジョンで新たに密林の大樹が解放されましたね。雲海の山脈より難易度は高いですが、その分得られるものも大きいようです。まだですね。諸君、ご飯にするです。お風呂にするです。それた特定の条件を達成すると報酬がもらえますよ。頑張りましょう。まあ、負け戦でもやってみる価値はある。強いな向こうは。あと銀河コインっていうのがあるんだ。才能開花できない。まだ入手できない。ん？所轄って変更できるのか。
かしめを受ける暇もなかったのです。まだランクアップできる。頑張っとるよ。ランクアップ。いいね。うん。余裕の
勝利です。恥ずかしめを受ける暇もなかったのです。あ、まだ入手できないか。ここまでな。恥ずかしめを受
受ける暇もなかったのです。しずるランクアップできました。さあランクアップできる？ランク8になりましたね。これで
素振りフラッシュも意欲もなんか小声なしか上がったような気がする。いいですね。この結果は予測していました。もう一個いる。入手できなかった。なんだろう。
あ、なんだ。お、君には理解してもらえないかもしれないけど、お姉ちゃんと君はずっと昔から兄弟なんだよ。兄弟？だからね、君はお姉ちゃんに無条件に甘えていいんだよ。今よりもっともっともっと甘えていいんだよ。キズナラク4です。何があってもお姉ちゃんはずっと君のお姉ちゃんだから、これからもずっと一緒だよ。キズナラクは何に上がりました。入りました。余裕の勝利です。恥ずかしめを受ける暇もなかったのです。
切り開く力だ。なかなか手に入らないですね。ボス戦。うん。
恥ずかしめを受ける暇もなかったのです。諸君、特定の条件を達成すると報酬がもらえますよ。頑張りましょう。ニノンが諸君の草履懐で温めておいたです。一緒に出かけましょう。ピックアップやってみるか。あーダメだ、最低保証。上がったな。これでどうなる。やっぱ相手は強いな、やっぱり。お、だいぶ。強い。みたいだ。ここまでしときましょうかね。ということで次の引き続きやっぱりメインクエストを進めていくべきですね。でメインストーリー進めてっていうのをやっていった方がいいと思います。イベントには目をくれずでいいのかな。このイベントやってる暇はないからな。はい、ということで、まあでも何回かに1回かイベントもやっていきたいと思います。応援よろしくお願いします。よろしければチャンネル登録高評価お願いいたします。概要欄プレイリスト、ブログ、ツイッターございます。ツイッターのフォローもぜひお願いします。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。